はいどうも、ひこにゃんですえ。今日はですね、北海道ミルクシーフード日清のこれをね、食べていこうと思います。なんかシーフードと北海道を合わせてなんかダジャレみたいにしてる名前なんですよね。はい、まあよくわかんないですね。<laughs> まあとりあえず食べていこうと思います。お入れて待ちます。3分待ってやろう。で、これで完成しました。自分結構ミルク系の何て言うんですか、 カップ麺っていうか、濃厚なやつ好きなんで、結構これうまいと思って買ったんですけど、食べたらね、マジクッソうまい。やばい。すごいね、ミルクミルクでうまいっす。<laughs> なんかあのあれ、なんやろ、グラタンみたいな味すごい濃厚で美味しいっす。魚介の風味もあって、いい塩梅ですね。バイバイ。